ロックエアウェイズはアラブ首長国連邦を構成する首長国の一つラース・アルハイまでかつて運行していた国営航空会社である。2009年に運行を停止した後、2010年に塗装を変更し新しい経営陣の下で運行を再開した。同社は2014年1月1日から運行を全面停止したが再編が終了すれば再開すると発表した。 ロックエアウェイズは2006年に設立され2007年、初めに運行を開始した。同社は2007年から2010年までの世界、金融危機で大きな打撃を受け2009年に運行を停止した。2010年には、同社は、バリューフォーマネーというビジネスモデルの下で運行を再開し、フルサービスキャリアとローコストキャリアの間を目指すと発表した。2011年2月、 ロックエアウェイズが5から9つの空港への新規就航を計画していたことが明らかになった。しかし、ライバルの UAE の航空会社が原因で、いくつかの空港の発着枠の確保が難しいと認めたため、アジアの航空会社とコードシェア契約をまとめ、保有機材を増やすと発表した。2013年、ロックエアウェイズはイスラマバード、パキスタン、アンマン、ヨルダンへ就航した。 2014年1月1日、ロックエアウェイズは経済的事情を理由に即座に運行を全面停止すると発表した。2013年12月時点のロックエアウェイズの就航都市は以下の通りである。ロックエアウェイズはラース・アルハイマから UAE 内の他地域へ向かうバスも運行していた。ロックエアウェイズのエアバス A320 から2002013年12月時点で ロックエアウェイズは以下の機材を保有しており、ボーイング7 3 7ネクストジェネレーションの発注が未決であった。ウィキメディアコモンズには、ロックエアウェイズに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。